オッケーです。じゃあ、お疲れ様になっていいじゃないですか。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで東京の第1回目のオフ会が始まりました。最初じゃあ自分から軽くやってしらってなっちゃうんですけど、どういきます。こうでいいですか。こう回ってラストでいいですか。ラストです。さっきのどっちも嫌だ。どっちも嫌。あ、もうどっちでもいいです。じゃあラストです。すみません。こう回りでいきましょう。はい、じゃあまず最初に、ジンです。よろしくお願いします。ということで、今回、発起人をさせていただきました。私は去年ですかね。去年の夏会社を辞めて、1年半ほど経ちます。で日々は、YouTube で垂れ流してるんですけども、ジムに行ったり。英語の勉強は最近できてないんですけども、英語の勉強したりといろいろやってはいますと。で、まあ、最近、会社を辞めて無職になって思うのは、やっぱなんだかんだ仕事をして辛い思いをしてからこそ得るものもやっぱりあったなということで、今日山手線で来たんですけども、サラリーマンがこう楽しそうに話してると、ああいいなと、もうあの世界には戻れないんだなというようなちょっと気持ちにもなりますということで、仕事は仕事で本当に尊いもんだなと、会社を辞めて改めて日々思う感じです。はい、そんな感じで今日はよろしくお願いいたします。はい、いや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 、適当に話すだけなんです。やはり、まあ、普段から話し慣れてるとやっぱりこういう風に話せるんですし、あ、でも私よろしいですか。お願いします。はい、どういう風に映っているのか気になりますが、全く映ってない。全く手が映ってる。手が映ってる。ちょっと待ってぐらいは、手ぐらい出ても大丈夫。はい、なので、はい、はじめまして皆様、2億レバオと申します。はい、すいません、変なニックネームをつけちゃったんですけれども、2億タメオさんっていう方が、ね、はいはいはい、いらっしゃいますね。有名な方、まあ、あの方をリスペクトしてっていうことで、別に2億今持ってるわけじゃないんですけど、はい、まあ、2億レバオという、名乗っています。まあ、実際今は今年結構景気が良くて、金融資産で1億2000万円ですかね。でそれに 2.5 倍のレバレッジをかけて運用してて、それなんで、約3億円になってるということで、2億ドル、約2億ドルなので2億ドルレバオということでしょ。違う、3億円、全体で3億円で、あれ100万ドル200万ドルは、2億ドルはない200万ドルです。200万ドルです。失礼しました。200万ドルですね。2億ドルはなかったですが、はい、ということで、はい、まあ、今アラフォー会社員をやっております。まあ、ファイヤーは憧れですね。まあ、ちょっとまだまだ踏ん切りはつかずということで、まあ、今日皆様に会えるのを、楽しみに、来ました。こんなもんでいいですか。全然よろしくお願いいたします。じゃあすいません、成人です。はい、よろしくお願いします。自分はですね、今年の6月に会社を辞めて、で4月が最終出社日なんで、ちょっとそこから、一応ファイヤーという形なんで半年が過ぎたところですかね。でまあ、ファイヤー目指したのが4年前なんですけども、ちょっともともとは会社の仕事に結構燃えてて、定年まで普通に働くつもりだったんですけど、ちょっとまあ挫折がありまして、会社の中で。でちょっとこのまま定年まで働くのつらいなと思ってる時に、それこそジンさんをはじめとするファイヤー系のブログと YouTube を見て、ファイヤーっていう生き方を知って、まあ、これだと思ったんですよね。これが俺の生きる道だと思ってで、まあ、そこからもう一気にそのファイヤーを目指す生活に変わって、もともと浪費家だったんですけども、節約も始めて、あと投資を始めたのもだから4年前なんですよね。インデックス投資中心なんですけど、で、まあ、副業もまあビビたるもんですけど、 YouTube と背取りを始めて、まあ、3年半で達成したというところですね。で今自由な生活をしてて、まあ、旅行行ったりとか、最近はドラクエ3のリメイク発売されたんで、それを思いっきり今やってる感じですね。
で、まあ、来年はちょっとまだ具体的に決めてないんですけど、まあ、ちょっと軽く仕事もしながら、まあ、そんながっつりは働かないですけどね、そんな感じで、自由にまた行きたいなというふうに考えてます。今日はよろしくお願いします。お願いします。これマイクなんですか？そうです、はい、これ押しちゃうんだけど大丈夫ですか？何もしなくて大丈夫です、はい、あ、バッチと申します。よろしくお願いします。なんかみんなすごいあれでちょっとまああれなんですけど、意識が低いっていうか私だけまあ私はサラリーマンっていうのは多分27くらいで辞めてたのかな。まあその後ちょっと自営で IT 系の、あ、全く私 IT 分かんないんですけど実は、あのスタッフができたんで、あ、社長してたんですね。そうで、私は営業だけだったんですけども、あの今の言う LINE みたいなのをやってたんですけど、開発したのを売ってたっていうか、はい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 、のあのガラケーの頃の LINE みたいなのをやって、うん、でそれがちょうどソフトバンクかなんかがインターネットかなんかでただの配ってたんで、で私電話会社だったんですけど、国際電話の会社やってたんですけど、その時にあれもただで電話かけれちゃうんですよね、国際電話とかで。売り上げ下がったんで辞めちゃおうと思って辞めちゃいまして、でその後ちょっと暇あったんでフリーであの翻訳の仕事をリーマンショック前にやったんですけど、リーマンショックでクビになっちゃいましてそれからはあのただ毎日飲み歩いて生きてるだけで、あ、どっから収入が出てる、あ、収入面に関しましては一応不動産で稼いで株で使ってるっていう形なんですけど、株で使ってるまあそれでどうにかこうにか増えてるのか。そうですね。あ、でもちょうど私がやってきたのは平成17年とかそれぐらいからやってたんで、ものすごい安かったんで、家が不動産が、そうですよ、不動産が、まあそれを売り買いしながら、あと賃料収入を得ながらやって株で使って、安いって言ってもそれなりにないと思うね。申し訳ないですけど、はい、元金はどうしたんですか？言えなかったら言えなくていいですか？あ、あの会社を清算した時の、あ、バリアウトしてるんだ、すげえ、お金で、でも2000万ぐらいですよ。あ、え、数千万レベルで2000万ぐらいで、はい、最初あの北海道にアパート1棟を買いまして、はい、買えるんですね、それ。いや、当時は安かったんで、すげえ転がしてたんですか、そこから。そうですね。あ、まあそれ以外にも、まあ、貯金もちょっとあったんですけど、はい、はい、で銀行を利用しながら融資をしてもらったんですね。はい、ただ無職なんで金利はあの 5% ぐらいで借りてましたけど、で今はまあ北海道のやつを売却したんですけども、今大体都内中心に何棟かやってます。意識高いですか？こんなんでよろしいですかね。あの質問あれば何でも聞いてください。全部。はい。じゃあよろしくお願いします。はい、影武者と言います。はい、よろしくお願いします。私は去年の3月に会社辞めて、そこからもう働いてないので、600連休ぐらいですかね。何も本当もう働いてないんで、一切何もやってないんで、お前仁さんとは LINE で雑談したことがあるんですか？そうですね、はい、雑談トークです。大体今は本読んだりとか、なんか、まあ、結構オタク系なんで、アニメとかゲームとか漫画とか見たりとかやったりとか、あとは旅行に行ったりも時々したりしながら過ごしてるような日々ですね。なんかファイアしたら暇になるって言われるんですけど、全然そんなことなくて、
むしろ時間が足りないぐらいな感じです。全然時間が足りないです。はい、まあそんな感じで、まあのんびりしながら生きてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。株ですね。あ、見た株、それ俺のじゃないですか。俺のお金じゃないですか。あ、いいですか。森蔵と言います。よろしくお願いします。まあ、私はまだファイヤーしてないんですけれども、3年前ぐらいに、まあ、普通に、まあ、3年前まではサラリーマン普通にやってまして、で、まあ、ちょっとその仕事がもうつまんなくなっちゃったんで、まあセミリタイヤ、サイドファイヤーってやつですか、サイドファイヤーでもしてみっかみたいな感じで、まあフリーランスみたいな感じで、とりあえず企業届を出した、まあ、開業届ですね、開業届を出したんですけれども、まあ、ちょっとずつ仕事もらえればいいかなぐらいの感じで進めてたんですけれども、逆に私はその仕事ないと全然面白くないなというか、もうやることなさすぎて苦痛だったっていうのもあって、結局、フリーで知り合いからつってでいろいろ仕事もらうようになって、で今はまあ普通に家でリモートで、働いてるみたいな、そんな感じです。まあいつか、まあ、ファイヤーというか、まあなんだろう、今の現状でずっと働けるっていう感じもまあ将来、あ、まあわからないんで、まあ選択肢としてこうちょっと持っておこうかなと。で皆さんもうすでにファイヤー済みの方もいらっしゃるので、まあそういった話もこう参考に聞ければなと思いまして参加させていただきました。よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。40代給食音の子という名前でやらせていただいております。私もジンさんと雑談トーク YouTube の方やっていただいて、一度お話しさせてもらってるんですけれども、簡単に、まあ、今会社員です。不動産の営業をやってまして、でその名の通りもう今4年5年前ぐらいに、丸々ですね、1年半ぐらい、休職をしまして、で、まあ、一応元の会社そのままにいて、営業の仕事を続けているような状態です。でオープンチャットの方にちょっと一つコメントを入れたんですけれども、まあ、ファイヤーに向けてですね、まあ、資金を作っていくっていうところで、自分の家を売却してたんですけれども、まあ、無事売却に至って、ただまあ家がなくなっている状態とこの先どうしようかというのがまあ半分ありつつ、過ごしているところですね。で、まあ、給食前はもう会社めんどくせえなってなってたものの、まあ、復職してからは、まあ、若干、まあ、緩い店舗に配属されて、まあなんか続けられるかもしれないなと思いながらいたけれども、やっぱりですね、忙しくなってくるとまあやっぱりやめてえなという気持ちが再燃してきてる、まあ、今日この頃というところでございます。こんなところで、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで終了します。